おじいさんのガチャ期間が終わってしまった。代わりに星5のキャラを選択できるエンシェント星5セレクトフェスがやってきました。どういうことだ？これは星5が出た場合あらかじめ選択しておいたユニットが最初に出てくる嬉しいイベントです。早速キャラクターを見てみましょう。星5って結構いるもんだな。サイドストーリーの数だけあるから今回載ってないキャラ以外にも星5は存在します。こうやって見ていくと、唯一私が持っている星5キャロルも含まれています。って、ことは、あんまり大きな声では言えませんが星5の入手確率はパズドラでイルムを引く以上に難しいです。無課金でも十分楽しめるこのゲーム。キャラコンプは諦めた方がいいみたいです。そこまでなのか。ええ、このガチャも選択できるというだけで星5確定ではありません。今回私が選択するのはリベルディさんです。他のキャラを見てから考えますが後方支援の中で抜きん出ています。当然欲しいユニットはたくさんいますが、選択できるだけ運がいいのは確かです。でも入手できるかは別なんだろ。そりゃあね、簡単に手に入ったら運営さんも困るわけでして。お前は運営の敵、それとも味方。このゲームがなくなったら困るので否定的でも味方という二律背反を背負う苦しみ。困りましたね。まあ当たればすごく嬉しいというわけだな。当然ですよ。ただ星4も上限を上げると星5と遜色のないステータスになるからこれはコレクション要素も高いのですが。要するに戦力だけ見れば星5がいなくても攻略はできると。強いユニットよりイベントをクリアして入手するモンスターの方が重要だったりします。被って覚醒した場合レベルの上限が5上がります。ハイレアユニットだけでも攻略は可能ですがストーリーに関わったキャラなのでできるだけ入手したいのが人情です。おお、またか。今回は渋いですね。そりゃポンポン出てきちゃありがたみがねえわな。星3個が多いですねー。せめて4つをもっと。もうここで終了ですかね。メダルでもユニットは入手できるので嬉しいです。早速ビクターさんのストーリーを見てみましょう。彼は死の国の出身で旅が好きな紳士です。死の国の住人ってみんなこんな格好をしているのか。彼だけのスタイルです。死の国といっても死人や幽霊が日常というわけではありません。今回彼は旅の参加を兼ねていろんなモンスターを見て回ろうと思っているようです。物好きだな。観光の次はモンスターを見て回る。飽くなき冒険心を持った人のようですね。そうなのか。個性的で大変よろしいかと思います。見聞を広めることで学んでいく。なかなかの探求者と私は思います。いや霊夢、これは違うぞ。と、言いますと、実戦に移せば探求者だが彼の場合ただの道楽者だ。そのようですね。ドクロの置物を主人公にプレゼントしているようですし、観光地に行くとなぜか関係ないのに骸骨のキーホルダーってあるよな。赤色の不気味なゴム人形だね。それを買う人たちと同じだなこの人は。まあ消費者がいるんだから生産者がいて当然なわけでして。霊夢、もういいんだ。彼はこのゲームに出てきてる時点で変わり者なんだ。気を取り直して次はミンミさんのお話を見ましょう。彼女は察するにやり使いの名のと、おしゃれに興味を持つ女性のようですね。主人公の出てこない話もあるんだな。男が出てきても面白い話ではないと思うのですが。ま、おしゃれの話だしな。女性のファッションに男が出てきても面白くないよ。どうやら可愛い服を見つけに街に出るようです。しかし二十歳でおばさんか。この世界観は自立する年齢が極端に低いんだな。まあ10代で独立しているのが普通の世界みたいですし。そしてオチはおっぱいで終わる。初めて見た時からそう思ってました。このおっぱい野郎。はっはっは。次はロレンツォさんのお話を見てみましょう。まともな話だったらいいな。まあこのゲームですから期待できますね。お、今回のやつはまともそうだな。いわゆるフェミニストって人種ですかね。いや、レディーにだけ忠誠を誓っているみたいだぜ。おや、雲行きが怪しくなってきましたね。どうしたんだ。写真を落とした時に主人公に見られてしまったようです。しかし写真は白黒の時代なんだな。
私、昔は人が認識できないだけで世界は白黒だったんだと思っていた時期があったよ。何をバカなことを、それより面白話になりそうだぜ。ついに明かされる衝撃の暗黒歴史。なんと彼は変態だったようです。そんなんばっかだな。私は個性的でいいと思うよ。限度ってもんがあるだろ。若さゆえの暴走。なんとも愉快な人ですね。そしてしっぺ返しを受けるわけだな。そりゃあね、行動を起こせばリアクションは起きますよ。悪いことはできませんねー。なかなか愉快なやつだな、悪い意味で。そんな時、レディーに助けられたんだね。いろんな意味で恩人だな。でも主を置いて旅に出るなんて使用人失格だね。そんなこと言ったら話が進まないじゃないか。ふふ、黒歴史持ち。本当に変なやつばっかりだな。こういうゲームですよマリサさん。変な人たちの集まり、類は友を呼ぶと言いますし主人公も。そこまでにしとけ。まあ人のことは言えませんしねー。私はお前なんかと一緒じゃない。ふふ、どうかな。次はシグナルさんのお話です。作曲家ですか、どんな人でしょうね。おや、床に楽譜を書き始めたようですよ。なんか自称作曲家がやりそうなシチュエーションだな。早速お姉さんに怒られてますね。そりゃ怒るよ。彼は作曲家の中では珍しい直感型の人間のようです。そんなことよりこれからどうなるんだ。喧嘩とかそういうのは勘弁だぜ。大丈夫です。彼は素直ないい子なので人の言うことを聞きます。ただ芸術家の本能が強いだけなのです。しかし何度も同じことをしているってことは常習者だぜ。直感の強い人間は周りが見えなくなる時がありますから。変態だな。最初から分かっていたことですよ。このゲームにまともな人間なんて期待しないでください。次はエイラさんのストーリーです。しかしこうしてみると空の国出身者ばかりだな。彼女は何か辛い時があるとすぐ泣き出す感情豊かな人です。それってただの泣き虫。感情を殺して生きる人間もいれば表して訴える人間もいます。しかし食べ物に心奪われてるぞ。それも人間の感情というものです。子供じゃねえか。ここは純粋と言っておきましょう。た、ん、じゅ、んとも言うんだぜ。どうやら好きな人はできたみたいですが。失恋を思い出してまた泣き出しそうな予感。心は子供、見た目も子供。それを言ったらおしまいですよ。まあ変態だらけのこのゲームに変質者がいないだけ良かったのかもな。でも彼女は立派な大人。少なくても主人公より年上のはずです。なんせ20歳ですから。年齢まであるのかよこのゲーム。ジェシカさんの紹介です。唐突だな。彼女は歌が大好きで夢中になると一晩中歌っていたりします。おいおい。いやー趣味があるって素晴らしい。でも限度があるだろ。すがすがしい笑顔、幸せそうです。一方主人公はやつれていますね。どうやら眠れなかったみたいだな。果たしてその原因は何だったのでしょうか。私は察しがついてるんだが。一体なぜでしょうね。あくまでとぼけとお好きだな。私にはさっぱり理解できません。こいつ、このゲームに常識を求めてはいけません。まだまともな方ですよ彼女は。天然なだけですから。みんなそうじゃねえか。ユキテルさんのユニットストーリーを見てみましょう。しかしこの髪もしや、相当な苦労をしてきたのかもしれません。メルクもそう思っているみたいだな。どうやら生まれつきのようです。まさかこれでおしまいなのか。すごく短かったですね。あとは覚醒のみ。いやー今回も個性豊かなキャラばかりでしたね。星5って出るのかよ。一体持ってるから運が良ければ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。星4も悪くありません。星5狙いが何を言っている。